1月1日元日はやはりスペシャルな1日、そして水上の戦いもスペシャルであります。初日はポイントアップの戦いが3つ用意されています。その第1弾であります第10レース予選競争小吉選抜、1号艇片岡正弘、2号艇中田源太、3号艇川上清人、4号艇大熊達也、5号艇森安博正、6号艇平池仁、以上6選手の対戦です。枠内進入、1号艇片岡正弘インコースに進入となりました。今日の1走目はサイウチトライトの鋭いサシャンドル、激戦をものにしてのシリーズ2勝目を挙げています。そして2コースには2号艇中田源太、新年の1走目恒例の琴平宮奉納戦、若手レーサーの登竜門、見事に白星を挙げました2号艇中田源太。3コースには3号艇川上清人で、ここまでがスロー。角の4コースには4号艇大熊達也が構えます。この正月シリーズもここまで2走いずれも船券に貢献、手堅い着取りを残しています。そしてなんとか流れを変えたいのが5号艇森安博正5コースから、そして大外6コース、こちらも3艇の大激戦を制しての白星をマークしました6号艇平池。3対3枠なり第10レース予選競争小吉選抜、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。センター勢3コースから5コースの3名スタート優勢、インからは1号艇片岡も上々のスタート、逃げる片岡に3号艇川上清人まくり出し狙う、内からは2号艇中田、4号艇大熊ですが押し切ったか、1号艇片岡に2号艇中田源太が一定審査で追走、3番手争いは4号艇3号艇並走状態、内側4号艇大熊、外に3号艇川上清人です。第10レーススタートは正常、直線コースでリード、1号艇片岡が絞り込んで先手を取る、内側鋭く差し込んでくる2号艇中田源太、レース先かかるかどうか、しかしここはぐいっと前に出て1号艇片岡が一定審判優勢、しかし2番手から猛追かける2号艇中田源太、3番手はわずかに3号艇川上清人が優勢、レースは2周の1マークです。1号艇片岡のもう一度内側スピード出し、しかし後席なぞった、ここで一気に独走となった1号艇片岡正弘先頭、2号艇中田源太が2番手、3号艇川上清人3番手、1番2番3番4番手以降は大きく水が空いて4号艇5号艇6号艇が続いています。ここで先頭は独走となった1号艇片岡正弘、2周2番からホームストレッチ、2号艇中田源太が2番手、3号艇川上清人が3番手、1番2番3番の体勢、最終周回に入っています。今日元日は堂々のピンピン連勝ということになりそうです。先頭は1号艇片岡正弘、3周1マークからバックストレッチ、2号艇中田源太追い上げましたがわずかに及ばず2番手、しかし今日1着2着2連単としそう、3号艇川上清人が3番手、1番2番3番の体勢、4番手以降もばらけました4号艇大熊達也、5号艇森安博正、6号艇平池仁と続いています。2日目の攻防第10レース予選競争小吉選抜、先頭は1号艇片岡正弘、2番手2号艇中田源太、3番手3号艇川上清人、上位体系1番2番3番でゴールです。先頭1番片岡5塁、2着2番中田5塁、3着3番川上5塁、4番大熊5塁、5番森安5塁、ラスト6番平池5塁です。